はいどうも J チャンネル J です、先日ですね4ポートのね USB ハブ 3.0 をですねレビューしたわけなんですが、もう4つでねもうちょっとこれもいっぱいですよ、ね、ということで足りないと言ったらですね、なんと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 こちらがですねドンと今度は7ポートのですね、USB ハブ 3.0 をですね高速です。これはやっぱりね 5GB なんですよ。これをですねちょっと提供していただきましたので、ちょっと開けてみたいと思います。こちらがこれで、あ、これちょっとちっちゃいですね。このアダプターがあって、USB ですね、ケーブルがあって、こちら7。7って言ったらやっぱりね、いいですね。はい。軽いです。スリムです。7です。アダプターですね。で、ここは USB になってるんですね。いや、ここ並べてみるとね、4と7で、いくつ ?11。これだけあればね、全然大丈夫ですね。はい、高度はやっぱりこう1メートルですね。高度1メートルです。はい、これをこういうふうに挿して、お、もうすぐ反応しましたね。iPhone の充電をこうちょっとやってみましょうか。ランプがつかないんですね。はい、何も変化はない。ただまあ 3.0 だからやっぱ早いですね。音は聞こえますでしょうか。本当はこれこういうのやっちゃいけないのかな。こんだけあればもう鬼に金棒ですね。いい感じです。これが、あ、そうか、マグネットはついてないですね。マグネットはついてないけど、この置き型でこれはちょっとこういうふうにこっちでこうやればこういう感じでやれば結構いいじゃないですか。7あればもう全然大丈夫ですね。2つとも 3.0 ですね。 USB 高速 3.0 で、同じですね PSE のマークついていて、5色ですね。この5色というのはですねカラーが5色あるということなんですよ。ホワイトと、あとはこれは、黄色と、オードリーのやつ、ブルーと白と赤、5色あるってことですね。これどう見ても黄色ですよね。黄色とオレンジと、ブルーと白と赤ということですね。そうですね、一応僕白が多いので白の方がいいですね。これもこういう風な感じでこうなってます。これで随分ね良くなりましたよ。今は販売価格が2999円なんですけれど、これ同じなんですよ。同じ。これとこれ同じなんです。4で2990円。7で2990円なんだけど、あ、ランプがつくのとつかないので、あ、そういうことですね。4つでランプがつくやつと、7つでランプがつかないやつで、料金が同じと。だから別にランプがなくてもいいですね。こういったのをね。ランプがこうね、お知らせのランプがなくてもいい場合で、同じだったら多い方がいい場合は、こちらの7ポートで。2999円でお求めいただければいいと思いますね。内容はほとんど同じですね。アダプターもついてるし、チップも同じだし、3.0 ですね、高速だし、それの違いですね。だからお好みで選んでいただくということですね。だからもう常時このずっとね、つけていて、いう方がたくさん欲しい方はこちらですね。どこがついてるのかっていうのが分かるのがいい場合はこちらの方です。同じ値段になっております。オリコのですね日本正規代理店の方からですね、提供いただきました、USB 7ポートハブ、よかったらね、まあ試していただきたいと思います。はい、一応ですね試してみたんです。こちらも同じ、一応2つ試してみましたが、ほとんど同じですね。やっぱり 3.0 だから同じですけど、やっぱりね 2.0 とはやっぱり全然ね速さが違いますんでね、やっぱこう 3.0 を使ったらやっぱり 2.0 にはもう戻れないっていう感じがしますね。ただしまあ前も言ったように、パソコンとかね USB の方が 3.0 に対応してないと無理ということなんでね、まあこれからなと思いますが、これから買うんだったらやっぱりもう 3.0 を持っとった方がいいと思いますんでね、3.0 がおすすめです。黒、赤、ブルー、黄色、白に見えるんだけど、ここらはちょっとねオレンジって書いてあるので、ちょっとね見え方によってはこれはオレンジに見えるんですよ。だけどこれは黄色に見える。ちょっとねここらがちょっとあの微妙な感じの映り具合でちょっと変わりますが、まああのオレンジということなんでオレンジなんでしょう。で、僕の方はですねやっぱこちらの方の白が多いので、やっぱ白がいいな。白がちょっと合ってるし、これはもう黒もあるので、まあ僕はちょっと白を使ってみたいと思います。これはねお部屋のインテリアにね、マッチした色が選べるということですね。まあ値段が2999円で7か、ランプがつくのが4つで、2999円か、どちらもね選べるということになってますので、よろしかったらリンク貼っておきますのでね、見ていただきたいと思います。
今回はですね、オリコさんから提供の7ポートハブの USB3.0 高速ですね、5ギガビット PSE マーク付きの、5色選べる USB ハブのご紹介でした。ではまた次回です。 J チャンネルでした。